Guilty Gear. Exile. Who dares to enter the mayhem? Venom. Potemkin. Opera. Chumpkin versus Venom. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. はい、行きましょう。 FMB ポチョムキンに対するはビッケ・ベノム。マンピー側がそうですね、 FAB さんのチームですね。 FAB ポチョムキン、モッチーソル、ロイソル。 2P 側が、投げファースト中村ヤミラ、ビッケ・ベノムということで、うおっと、関西から遠征したビッケさんに儀式を叩き込んでいく。さあ、なかなか FAB さん煽れる人っていうのは少ないんですけども、これ今ちょっと FAB さん苦笑する当たんなかったヒートですね。さあ 2P で画面やじい、関西にポチョムキンいるんでしょうかね。そう、やばい。立ち合いすら 2S、 プレッシャープレッシャー、有利フレーム取りつつ飛びたいところを返していく。ガイガン、ここ、あー、なんだこれは。前ハイから、レバーガシャ早い、頑張った。ガメアジ円安返す、円安、あっち行け、あっち行け。さあ、空中足うまい、ジャンディ吹っ飛ばして弾を残しておく。弾3つ、おっと、まあ、ここ逆転ある。ヒールキャンセル、前ハイサラ弾いて円安立ち合いサラ一発が痛いか。ヒートでここは掴みます。あ、出てきた。いや、バカめと吹っ飛ばしていく。現実はそんなに甘くない。ダッシュピー、ヒールキャンセル、うわー、突き抜けた。ヒートエクステンド、勝ったのは FAB ポチョムキン。視線を読ませる風貌は効果的だが、スパイを確認しておくべきだった。チャンピオン VS カー、1、2、3、1、2の3、 2S 前系、前系、2S、 すげえな。みんなもやってみようみたいな感じで簡単にやりますよ。ミリアかファーストか。さあ、2分耐久、2分耐久儀式。やばいな。さあ、行きまーす。出てくるのは投げファースト。さあ、2014年ギルティギアエクザード稼働してからのミカド大会36回で最多優勝の投げさんのファーストに対して出てきているのは、フェビーさんですね。32回です。やばいっす。この2人だけ桁がおかしいです。30回超えているのはこの2人だけ。カリンチョさんも実質6月からの参加で19回でも相当やばいんですけども、どうなるでしょうか。そうそうそう、そうね、そうそうそう、やばい、半分以上抑えてますからね。まあ、けど最初は週2だったんだよ。途中から3つに増えたんだよ。さあ、もうだからこの2人の対戦は本当見る限りも何やってるか分かりませんね。メガフィストあった後の読み合いとか、ドリル食らった後の読み合いとかね、もう意味不明なんですよね。もうしっかりこの150試合、150大会近く行って、まあ、積み重ねてきたものがこの試合の読み合いにあるんですね。うめえ、今のやばいんだけど。
レベルの出始めに立ち合いすら走って半端ないですよ今の。やばいやばいやばい、投げさんの分身が投げジュニア。最近ドラゴンボールやってるんで結構多いです。ヒーみたいなね。前ハイスラーしっかりガード。さあここは自らの武器に変えていく。体力リードは FAB ポシャムキン。お、タチピーが 2K の2段目にヒット。これ美味しい。ダウンを奪って、あ、ガーフ、ガイガンで、なんだこれ、途中で飛ばないのか、出さなく、凄まじいゲージガップからできたこと。まだある、飛んでな、飛ぶ、あ、行く、行ってらっしゃい。タイミングずらしたが体力のと攻める。戻ってきてどうなる、飛ぶ、金バースト、残り5秒、ジャンプハイスラー、無敵が乗っていた。よくしのぎましたね。ガーフの機会が2回あったんですけども、素晴らしい。さあダメージ延々あったんですけど、チョコレートでほぼ回復されてしまいましたが、ここでうまい確認からしっかり画面足運んで置き詰め、ジャンハイスラー受け身狩り置きつつ壁張り好き、ここはコンボに行きませんが、ハンマー前ハイスラー、ハンマーが出てうまいバックステで回避、立ち合いすらハンブレー。さあやられ判定でダメージ1だけをもらって相手に爆発していく、上か後ろ足払い。さあそしてチビと間に入ります、素晴らしい。さあここが耐えたいところ、画面端立ち系から端ゲージがない、ファジージャンプも難しいが、まず一発目で回避していく、素晴らしい。ハンマーはデコピンでしっかり返して前系、ここは毒は連続ヒートになりませんが 2P が出ている、スライドヘッド、ここは送電、今回から食らうんですね、空中の出始めぐらいなら。前系ガーッと歩いて投げて 2K ひどい、いや前ハイスラーですね、この仕切り素晴らしい。 FB ポジションが2ターテ、なんかもうよう分かんないですね。もうさあ中村ミリア大将出てきます。噂によるとゴブらしいんですが、さあもう見る相手にコンボして準備は満タンっていう。ピオルンじゃねえの、なんでヘル&ヘブンから多分頭突きになったか分かんないけど、さあ中村さんこれどうするんだよと、やはりゴブらしいですね、かなり厳しそうな。さあジャンピーから追いかけていく、針が刺さって、うわー減りすぎ、爆線を捉える、立ち合いすら前、はい、ハンマーは2ハイスラで返す、ジャンディーから P2 ハイスラ叩き落とし、総裁総裁、さあ全部光る、さあ裏を取る、あー落としてしまった、ダストアタック、なんというハハハハハ、珍しいシーンでしたね。おお2ハイスラー出ていた、中段ヒット、ここでバーソー使わざるを得ません。うまいチャンスカウンターヒットからしっかり落とす画面足、中段早めに重ねて、あポチョモジンといえどもね残り体力少なく、あそう返していく、バックステップ次に花も咲く、デジタリス立ち系、投げ返しに対して立ち系で拾って、うまい空中足、しかし受け身狩り、立ち切り連打無理はしません。最終ラウンドへ、さあ前ハイ前ハイと当たればダウンが取れる、技を振って、おっとバーストガード、七夕さんがいたら喜びそうなバーストでしたね。あいたわいたわ小指やってたこの間あの七夕さんの実況超面白かった、見てたら長い味落として失礼いたしました。ポチョムキンバスター、ビヨッテー飛
のミスです。どうしたんだ、投げられる流れ変わったか、やばい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 、何かが起こった今ねバーストがあったんですよ、バーストがあったんでギリギリまで歩いてゲージを貯めようとしたんですけども、後ろめかしとか出てしまいましたね。いやー、状況重視を選んだんですけども難しい展開でございました。さあそして出てくるのはモチーソル、俺のメンテのせいにするのはやめろ、ぶっ殺すぞはい、では、先ほどのジョイかなり、こなしていた2人、マイビーマイハサラ飛んで回避おーおー、マイピーで吹っ飛ばして、ジャンピーピーピー下で待ちかめる、足前からガンフレームヒット、 DDD からの KP ハイスラッシュ、さあリターンさやばい、しっかり見ている、針の上に陣取って相手の動きに合わせて対空、凄まじい精度、反応がねやばいですよね。ヒールキャンセル、さあ割りたい、ここでヒット、エメラルドエインバースト対策に待っていそうです。でこちら今 50% 吐きましたので黄色仕込み、おーっとブリッツブリッツ2回取っていく、さあ出し投げで反応していく、はいはい、その2段目リードです、回収したいか、ジャンプがヒット、立ち合いするからタンデム張って針はうまい具合に衣装を入れ替える、うわーっと、なんで投げてるんだすごいな、投げ自体には変わんないんだよね多分ね、発生遅延してようが多分すごいですね。まあ空投げ率何 100% 超えてますからね、 300% とか出ましたもんね前見た時ね。さあ前ハイスラー出して、こちらも前ヘイスラー 2K から出し投げ通してタンデム張って大き攻め、昇竜拳裏にしっかり出していく、さあ投げ暴れ潰しの2段ジャンプですが、マイピーから足払いガンフレ、足払いからね微妙にリレーをかけてヒーラーキャンセルすることによってね相手の暴れを潰しているように見えますね。 DSD から昇竜拳、あれ300だったっけ、なんかそんな感じだった気がするよ。P ハイスラッシュ、置き攻めは日経刻んでガード走って触りに行く、マイケが持続ヒット、タッチ系決まってダウン、おいしい、勝ったのはチーソル、しっかり止めていきます。では続きましてまたもや連戦となります。そうですね、A1 台で勝ちトーナメント、これ負けると終了となりますが、勝てば決勝進出となります。今勝ちました投げさんじゃなくて、FAB さんのチームと、カリンチョさんのチーム A 番台で試合をお願いします。投げさんのチーム B 番台で敗者復活トーナメント1回戦を行いますのでよろしくお願いいたします。